こんにちは、リサです。今日は韓国の BL ドラマリュソンビの婚礼式第3話、第4話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。第1話と2話では主人公のキワンがいなくなってしまった妹の代わりに花嫁のふりをして夫のホソンの家で一緒に暮らし始めたというところだったんですが、3話と4話ではですね、キワンに嫉妬してこういろいろと嫌がらせをしていたホソンの妹と、なんとか和解したというお話と、あとついにですね、新キャラクターのテヒョンさんが登場しました。そしてこのテヒョンさんがその女装しているキワンに一目惚れしてしまうという、そういうお話でしたね。もうこの作品はですね、最初からなんですけど、やっぱりその女装している主人公のキワンがですね、あまりにも可愛らしくて、うっかり BL であることを忘れそうになるっていうのが、もうなんだろう、たまに傷なのかなって思うんですけど、でもですね、キワンのその性格の方は本当にこうサバサバ系で、なんならその夫のホソンよりもね、すごいかっこいい感じじゃないですか。だからその女性の格好をしていても時折こう見せてくれるかっこよさとかがですね、やっぱりギャップになっていて、それがめちゃくちゃ魅力なんだよなと思います。特にね、今回はその義理の妹がちょっとね、こうやからみたいなのに絡まれてしまった時にこう助けてくれるじゃないですか。あれもすっごいかっこよかったし、その後ね、妹と兄の関係についてその優しく諭してくれるっていうところも良かったですよね。いや、それで気づいたんですけど、このキワン自身も同じようにね、妹を持っているお兄ちゃんなわけじゃないですか。まあ、それでこうホソンの家とキワンの家っていうのは政略結婚をするお家同士なので、まあ、おそらくキワンの家もそのホソンと同じ、なんていうんだろう、知識人階級なのかなって思うんですけど、ということはその2人のバックグラウンド的にもホソンとキワンはですね、すごく共通点が多いんですよね。で、現状はさらにその秘密を共有している共犯関係でもあるじゃないですか。だけどこのだんだんとホソンがキワンに本を送った場面とかから、徐々に2人が単なるその夫婦のふりをしているだけじゃなくて、個人同士で心の交流が始まってきているのかなって思ったんですよね。いや、今後は多分ホソンの方がキワンのことを一人の人間として意識しだすのかなって思うので、そっからやっと恋が始まっていくのかなって、どうなんだろうっていうのが気になるところですよね。そしてやっぱりその新キャラのそのテヒョンさんがまたすごいいいキャラですよね。もう見た目はこう背が高くてめちゃくちゃイケメンなのに、キワンにね、何度もラブレターを送ったり待ち伏せしたりして、でこうもうキワンからは気持ち悪いとか迷惑ですっていう風にはっきり言われているのに、それでも全然見えないっていうね、そのポジティブなところがすごく魅力的ですよね。なんか見てる側からは全然そのホソンとの関係も進んでないのに横連もしないでっていう感じなんですけど、でもそのキワン自身は、まあ、とりあえず全然相手にしてないじゃないですか。だからこれからその夫のホソンが、自分の、まあ、嫁かっこ兄ですけどが、そのまさかね、その先輩に言い寄られているっていうことを知った時にどうするのかっていうのがちょっと楽しみではありますよね。なんかそれがそのホソンとキワンのこう近づいていくきっかけの一つにもなりそうな気がします。
なんかあっという間に前半が終わっちゃったわけですけど、まだねやっぱりはっきりと BL らしい展開っていうのがないので、これからホソンとキワンの仲が、まあ、どういう風に進んで深まっていくのかっていうことと、まあ、あと事実上やっぱりそのホソンはキワンの妹と結婚してしまっている状態なので、それをどういう風に、まあ、決着をつけるのかっていうのが気になりますよね。うん、そう、未だに行方知れずのキワンの妹の安否とかも、その兄としてのキワンの動きとか気持ちとかに大きく関わってくると思うので、うん、まあ、後半は、まあ、その辺で何かすごく急展開が起こりそうかなって思っています。ということで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけますととても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。